はい、それでは実験をしていきたいと思います。こちらがですね、TOTO のシャワーヘッドになります。そしてこちらがリファのワインバブル S になります。手にですね、マジックで油性ですね。この油性のマジックで油性マーカーって書いてあります。落書きをして、30分間シャワーを当てて、どうなるかというのを実験していきます。それでは油性マジックで手に落書きしていきます。こっち側とこっち側に事前に丸をしておきます。それではスタートしていきます。少し取れた感じです。あまり取れてません。同じくリファのファインバブル S で試していきます。よーい、スタート。きれい。リファの方はほとんどきれいに取れました。こちらが TOTO のシャワーヘッド、こちらがリファのシャワーヘッド。やはり、汚れの落ち方はリファの方が全然きれいに取れると思います。